噴火への警戒が続く箱根山で、名物の黒たまご店など土産物店の関係者70人以上が11日ぶりに大涌谷の規制エリアに入りました。現地から中継です。はい、私の後ろに見えるのが大涌谷周辺なんですが、今日は山の頂上付近、少し雲がかかっています。しかし白い蒸気ははっきりと確認することができます。午前9時からは黒たまご店など土産物店の関係者が大涌谷に入り、店に残された商品などの整理を行いました。立ち入りは2時間ほどでしたが、戻ってきた車には大量の商品などの荷物が積まれていました。規制エリアから出てきた際は少し安心した表情も伺えました。また今日は自衛隊も初めて規制エリアに入り、噴火した時の避難ルートなどの確認をしたということです。大涌谷周辺への立ち入りが規制されてから2週間が経ちました。温泉業者からは規制を緩める声も上がっています。そして先ほど少し揺れを感じたんですが、この3日間体に感じる地震はありません。しかし気象庁では引き続き警戒は必要としています。